おかしいおかしいおかしい、下スマやばいって。はい、どうもゾンギです。というわけで今回ですね、ドンキーのねチーターを見つけました。前回ねセフィロスのチーターを紹介したと思うんですけど、まだ見てない方はねちょっとね下にねリンク貼っとくんで、よければ見てください。さっきチラッと僕はねドンキーのねチーターを少し見たんですけども、カオスすぎたね。大前提としてチート行為は絶対ダメです。皆さんもねやめておきましょう。というわけで早速見ていきましょう。さあこちらになります。アピールおかしかったけどな、やばいってこれ。やばすぎ、やばすぎ、いやカオスすぎる。マジかこいつ。いやだって腕おかしいもんな、でかなってんもんなこれ。隙がなさすぎる、隙がなさすぎるって。いやもうフォックスかわいそうやろ、もうこんなもう埋まってた方が幸せやったやろ絶対これ。アピールやめいて、アピールのそのさ腕伸びんのやめてほしいな。チュー浮いてる、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 チュー浮いてるて。やばいって、空前の範囲どんだけでかいねんて。セフィロスの剣よりもでかいぞ今。おかしかったって飛び方、完全にさズルやったもん。もう確実に殺してんもんな。横強の範囲強すぎるやろマジで。横スマよりもでかかったんじゃない今。おかしいこれマジで。いやおかしすぎる、ゲームバランスが確実に崩壊してますもんね。いややばいって、こんなん何でもコンボつながるやん。もうぶっぱしとったらええもんな。攻撃力えぐくない、攻撃力えぐくない。なるほどね。いや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 、途中のアピール必要ないやろ別に。こんなんと出会った時やで、マジで絶望しかなくない。抜けられへんもんな、だってもう今のニュートラル攻撃から。おかしい。今のアピール見た瞬間にさ絶望せえへん、だってあもうこいつチーターやんって思うやん興味。あそこでなんで今泳がせて今。うわ絶望だわこれ。お前何段ジャンプできてんねん、なジャンプなんかこれはもう。上見え攻撃今一回だけめちゃくちゃ飛んだけど、おかしいおかしいおかしい、下スマやばいって。あがツボだ、ツボだわこのチーターの動画本当に。笑うしかねえ、こんなんされたら、こんなんされたら笑うしかないよな。いやこの勝利画面は普通なんかよ。というわけで、一緒に見ていきましたけども、いややばいなこれ本当に。毎度毎度思うけどチーター動画ってなんかツッコミが追いつかんのよな。いやー面白かった。横スマの後隙なくなったのやばすぎん、横スマで進んでたもんな途中。というわけでね、アピールがあれならチーターなんで、完全にドンキーは試合開始でアピールがあれなら悟りましょう。今回はねドンキーのねチーター動画をね紹介していきました。またねこれ好評なら続くと思うんで、よければねチャンネル登録や高評価などよろしくお願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。いやおもろかったなほんと。